喋り始めたら分かりますよ、普通の方じゃないって。喋れなくて、まあ、本当に普通の方じゃない。普通じゃないんだ。いやもう普通じゃないのでね、本当にね。もう本当にあの人の人下界に来ないんでね。すごい貴重ですよね。いや貴重なんてもんじゃないですよ。ね、もう多分最後だと思いますよ。もう下界に来るのは最後だと思います。そうですか。はい。ラッキーですね。はい。はい、皆さんこんばんは。今週もやってまいりました、夜のツタンカーメン75億光年一度の時代、桜庭つゆきと。今週もどうぞよろしくお願いします。いや僕ね、もうちょっとね、僕、いや僕本当人生で僕緊張しないんだよ、本当に。もう公演だってさ、別に何も緊張なんかしたことないけど、すごくある、まあ、反省するときあるけども、まあ、今日、まあ、あれですよ、もう先週、先々週とね、もう先祖の因縁の、まあ、先祖の、まあ、ちょっとね、僕、舞い上がってるんだけどね、まあ、すごいゲストの方がね、2週続けて、そうですね、来ていただきましたけども、またですね、今週もゲストに来ていただいたんですけども、まあ僕はいつもね、10人ぐらい師匠がいるよというふうに話をしてるんですけれども、まあ僕はその中でもですね、まあ多分一番影響を受けている、師匠においでいただいたんですけども、この方は何もかも秘密なんですよ。でも全部秘密です。もう先生しかないですね。はい。まあ、この方の紹介をすると、まあ、自己紹介とかないですから、うん、てか本当にね、もうこれ皆さんにお見せできないのすごい残念だけども、まあ、見た瞬間普通目を合わせられないんですよ、うん、合わせられないでしょ、うんうん、絶対目を合わせられない。で大体一緒に歩いてる時に街行く人がすれ違う時にもう本当に顔見するんじゃなくて一回目をそらすんだよ。だから見ちゃいけないものを見たから、ね、見ちゃいけないものを見て目をそらすけどまたもう一回見るんだよ、うん。で、その人たちすれ違うと、また振り返っていつまでも見てるというね。わかるよね。もう説明、もうこれ写真も、この方も何もかも全部 NG なので、僕は何にも解説できないですけれども、まあとりあえずね、ご本人にね、ご紹介。いやもうテンパりもうね、本当にもう僕緊張して、まさかここで一緒ってか、僕ね、もともとね、ツタンカーメンも聞いてほしくなかったんですよ、師匠には。え、そうなの？そう、秘密だったんですよね。まあ、ということで、はい、僕のもうね、もう本当一番の師匠であります、先生、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ね、先生笑っちゃってますけれども、はい、まあね、もう、この方のところには、もうたくさんの方たちが、もうでも来る方たちは、うん、まあ民間の方ではないわけですよ、うん、お相手されてるのが、うんうん、本当にもう普通の方ではないこうハイクラスの方たちが、うん、まあ、先生を頼って、たくさんの方たちがこういらっしゃって、うん、人生ってものを解いてらっしゃる方なんですよ、うん、まあ、それだけではなくこういでたちから分かるように、うん、あのもう大富豪というくぐりではないんですよ、うん、もう詳しいこと話したいけどももうはっきり言ってもう王族のファミリーみたいな方ですから、うん、王族の方ですからロイヤルです。もうロイヤルホストじゃないからね。でいろんな人たちが入れ替わり立ち替わり来るわけですよ、うん、まあそう来る人たちのちょっとメンツがちょっと普通じゃないから来て、うん、それで、もう先生がしゃべるでしょ、喋、うん、らすともうほとんどの人が泣きます、うん、もうほとんどの方が泣きますね、うん、先生の喋り来たいんですよね。で先生もうたくさんの方が先生の来ますけれども、はい、まあ僕ねちょっともうどっから振っていいかわかんないけれども、まあ先ほどもねちょっとご飯を食べながらね、まあいろんな話をしてた時に、うん、まあ先生まず今日ね、今日さっきお話してる時に感謝についていろいろ教えていただいたんですよ。感謝とはみたいな感じでね、先生ちょっと感謝の定義についてね、まあちょっと先生のちょっとお話を聞きたいんですけど。感謝の定義ですか、はい、基本定義はないです。あ、定義はない。物事すべてないと思います、はい、
ね、まあ、あのいつもお話するのが善も悪も私はないと思っております、はい、あのいいも悪いもない、うんうん、自分が求めるものが相手がほあの求めるものであれば善とみなされたり、うん、良しとされる、うん、この逆も言えますよね、うん、で、まあ、感謝あの皆さん、まあ、よく感謝したらとか、うん、正直ありがとう言ったらいいことがやってくる、うん、でもそれはあくまでも、うん、あの言葉の感謝であり、うん、言葉のありがとうなのですよね、うん、で一番自分をめでること、うん、で何事も丁寧に、うん、あの接する自分にも丁寧、うん、いつもだから自分にご褒美をあげることを皆さんされたらいいんじゃないかなとすごく思います、うん。まあ、それでも先生そのご褒美っていうことで結構勘違いしてこう自分を甘やかす人がいるんじゃないですかね、はいはい、いや甘やかしたいあの甘やかすという感覚で思われてたらそれはそれでよしと思います。うーん、人それぞれ自分をめでるです、褒める、うん、で何事も丁寧に接する、うん、自分にもです。うん、その丁寧に生きるっていうのがまあ、先生よくおっしゃいますけれども、もうちょっと具体的にですね、どのようにまずは 何を心がけていけばいいですか。その丁寧、何を丁寧にしたらいいですかね。いや何をと思うだと思いますよ。物事に対しても、うん、言葉遣いもおのずと変わってくると思いますし、うん、所作も変わってくると思います、うん。まあ、先生の場合はですね、所作が美しいんですよ、うん、見てください、このピシッとしたこのね、うん、でね、やっぱ僕の中のスーパーセレブの定義ってなんだけども、スーパーセレブの人ってね、みんなね、動作がスローなんですよ。うん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 、僕、先生が急いでるの見たことがない、うん。いつも先生はゆっくり、こう、スローですよね。うん、そうでしょうか。はい。で、僕、先生の最近の聞いた話の中でね、僕、すごい感銘を受けたのがあるんですけども、うん、先生、あの、ゴミの捨て方っていう話、僕、すごく良かったんで、ちょっとゴミの捨て方っていうのをちょっと、ご教授いただきたいんですけども。はい。まあ、私の課題というか、うん、あのなんですけれども、うん、ゴミの捨て方でその人が分かると思うんですよ。うん、ゴミの作り方、うん、ゴミの捨て方、うん、意外とそこって捨てるものって、うん、あのないがしろにしてると思うんですね、うん、ただゴミ袋に物をバンバンと入れて出すと、うんうん、でもその出し方一つ、うん、あのどのようにあの最後の後始末というか、うん、をしてるかでその人の全てが現れると思うんですよ、うん、ゴミ箱を除けばその人が分かると思うんですよ。いや本当おっしゃる通りで、僕も先生にそれを言われてからね、うん、ゴミの捨て方なんか注意したことが人生でいつもないわけですよ、うん、もうそれもゴミ屋敷ですからねそれはもう先週の、大乗院勝先生に来ていただいてその場の浄化をしなければいけないですよね、本当にね。だからその先生のゴミの捨て方っていうのはだからみんな結構もうのべつ幕なしっていうか、まあ、本当にゴミ箱ってまあまあすごい状態になってますよね、はい、普通は、はい、でもそれをこれからじゃあこれを聞いた人はどのように気をつけていくべきなんでしょうか。いやあの一番はあの全て物事をめでる気持ちがあれば、うん、あのそのものに対してありがとうと本当に、うんうんうん、あのお世話になりましたと、うんうん、いただきましたなりあのお役目が終わるわけですよね、うんうん、食べ物にあの関してもお魚いただくのも、うん、どれだけ成仏させてあげられるかっていうところが大事だと思うんですよ、うん、全部いただけるかという、うん、ただなんかあのいただきたいどこでいただいて、うん、あもう終わったとか、うんうんうん、だから、まあ、物事全部成仏いかにどのものであっても、うん、させれるかっていうところが一番大事だと私は思うんですね、うん、それはあの人様とのお付き合いの仕方も全部関係してると思います、うん、もう本当その通りですよね。だから僕も先生にそれを聞いてから、うん、ゴミの捨て方というのをねすごい気をつけるようになったんですよ、うん、だってもう本当にゴミってもうちょっと適当ですよ、うん、だってゴミだと思ってるから、うん、でもやっぱりそこのゴミに対してでも、うん、そのめでる気持ちを持ち、うん、捨てていくっていうことがまあ、大事だってことですよね、うん、そ、まあ、その捨て方によってその人って本当本質が出ますよね、うん、まあ、だから僕はその先生の話を聞いてからだからきっとゴミみんな適当じゃないですか、うん、だからその辺もやっぱり僕はねこのゴミの捨て方だからそういう人が見てないところとか本質が 出るので、うん、やっぱそういうところを気をつけることにより
結構いろんなことが見えてきたりとか、いろんなものをめでる気持ちで僕出てくるんじゃないのかなと思うんですけども、うん、どうでしょうか。そう思います。ですよね。だからお料理とかもあの下ごしらえ、うん、あの目立たないところっていうのが全部関係すると思うんですね、うん、お味もそうですし、うん、だから全てのことに見えると思います、うん、まあ先生のね名言集っていうのは僕はたくさんあるんですけども、はい、先生はねもういろんなもう企業のね、うん、もう本当の一部上場企業の社長とかももう先生のところに来るわけですよ、うん、でもうその人たちがもう本当もう神のように慕って、うん、だってあれですよ本当にもう先生のことを待ち受けにしてる人がもう75億人いるんだよ。すごい。みんなだよもうみんなあれですね、空回り空回りでね緊張してんだよ緊張してんだよ、ね、で先生はね恋愛のことがね僕は先生の恋愛の、うん、恋愛の部分がすごく僕好きなんですよ。もうねギャオさんのためにわざわざお呼びしたんですよ。ギャオさんのそのイケメン病を、はい、まあ、先生に、まあ、ギャオさんはもうねもう御年ねあの二十何歳になりますけども、まあ、そのイケメンの男が欲しいとね言って先生なんかこうギャオさんにですねもう何を気をつけたらいいのかというか、いや気をつけることを思われるから現れないというか、気をつけるからです。はい、いやでも先生気をつけないと言ったらとんでもないことになっちゃいますよ。いやと限りとんでもないことであったらとんでもないことがギャオさんなんですよ。あそのとんでもないことが悪いわけではないんです、うん、それが個性です。あ個性、すべて個性です。じゃあその個性を気に入る人が現れるってことですか。もちろんです。あ、はい、でもそのめちゃくちゃな個性を気に入る人がいるわけですねめちゃくちゃかどうか何をもめちゃくちゃっていうことも私はないと思います。善も悪もないので。どういうイメージなんですかあのそう説明するの忘れてたけど、うん、先生、うん、見えるんですよ。わかるんですよ、うん、だからもうここの今日ここにいるねこの25人 の, あのオーディエンスの方とか僕とかギャオとかも、うん、もう腹が黒くてびっくりされてるんですね先生がねすごい今日はあれですよくるくるしてますよ。だから先生ちょっとギャオさんにそのもうちょっと恋愛の定義をですねちょっと先生ギャオさんはすぐに出てこられますというか、はい、過去生からいろいろもう出てきてるものがあるので後でゆっくりお伝えさせていただきます。あここではなんか言えないような、はいはい、もうすぐギャオさんに出てくる。いやもうすぐというか、はい、あのすぐかすぐじゃないかはギャオさん次第です。それを受け入れるかどうかです。あらららら、はい、すごいですね、はい、で運命の人は一人ではありません。あ赤い糸の人も一人ではありません。皆さんここを間違ってられる方は多いと思います。その赤い糸って何本もあるんですか。あります。あ、はい、出会う方は基本的には全て運命の方です。ああ、はい、はい、で運命の方にすべきです。あすべきなの、はい、すごいですね。食いつきが大切してないんですよ出会う人ダメじゃんそれダメじゃんギャオさんのめりの前のめりの件だねこうねすごいですね。だから先生前このやっぱツタンカーメン聞いてる方もやっぱり好きな人ができないんですとか彼氏が欲しいんですとか結婚したいんですっていうのがすごく多いんですけども、だからそういう方にちょっと先生ちょっとアドバイスが何かありますかね。そうですね、欲しがるから気づかないしっていうことです。欲するから欲するがあまりああそれ執着ってことですかね。それもそうですよね。そう言っていけばでも基本一人の方と思われているところがそもそも気づかないことを招いているわけです。ああ言います皆さん。言いますし、はい、はい、いいです。もうあの自然と淘汰されていきます。あ何も心配しなくてもいいんです。うんみんな気にしすぎ心配しすぎです。
はい、何もややこしいことなんか一切なりません。ややこしくはしているんです、意識で。ああ、はい、全てそうです。すごくシンプルです。もうね、はい、先生の話はもう全部シンプルというか、あのね、今まで聞いてきた今までの自分の常識ってものを全部先生は覆してくれる方なんですよ。なんでもう先生ちょっとどちらかしてもらいたいんですけど、いつものもういつものようにですね、まだ先生のスイッチはもう1ミクロも入ってないので、その恋愛の定義というのをもうちょっと詳しく先生お願いしたいんですけど。恋愛の定義ですか。はい、まあ運命の人、まあね、はい、出会う人が全員が運命の人だ。そうです。でやっぱりモテる女性になりたいっていう人がすごくいるんで、はいはい、モテるためにはどうしたらいいでしょうか。あ、まあ一番は好奇心旺盛になることですよね。あ、好奇心旺盛、それは何事にも、何事に対してもですよね。どのジャンルにでも対応できる、はい、例えば身なりだけを磨くのではなく、例えば政治経済もそうですし、あの芸能ニュースもそうですし、いろんなジャンルに身を向けるというか、アンテナを張るというところが一番かなと思いますね。そう、あれですね、もう銀座のクラブのママみたいな感じですよね。あの方たちはもう新聞雑誌も全部見ますからね。やっぱそういう知識を入れていくということが必要ということですね。はい、でそれは相手様のためじゃなく自分のためなんですよ。どういう方が来られても自分が楽しむためです。相手のためじゃないんです。皆さん相手のために何かをしないといけないと思ってる方が多いわけです。でもそれは相手のためなので、自分のためではないっていうのでしんどくなったりするわけですね。全部自分のためです。全てそうです。自分が一番でいいんです。自分を愛せない人は、あの周りの人は愛せません。そうですよね。はい。はい、そうです、そうです。もう特に日本はそういう教育を受けてます。でも自分ありき、自分よく自分のために太陽は回ってますね、回ってないよとかっていうのがありますよね。でも回してください。回すべきです。はい、それは本当に思います。皆さんもあの自己犠牲 あのそれで成り立ってるっていうね、それが美徳だっていうふうに、あの自分を犠牲にしてとかっていうのがありますけど、それは逆ですね。はい、自分が一番であるべきです。で自分を一番であるべきには、周りが幸せじゃないと、まあ、笑顔じゃないと、自分は幸せ感を感じれないようになってるんですよ。はい、まあ、先生が常日頃から、まあ、先生がもう、ね、もう見た目からして、もうもうエンペラーみたいな感じじゃないですか。肯定感出てるじゃないですか。だから先生が普段自分の中でこう気をつけてる、先生は何を気をつけてらっしゃるんですか、普段の生活の中で。生活の中でですか。はい、もう楽しむことしか考えてません。あ、楽しむこと、自分にご褒美をあげること、もうそれだけです。最近先生どんなご褒美をあげたんですか。いつもあげてます。あ、いつもあげてるんですね。はい、それは物とか品物とかどの時間でも楽しめるっていうことですよね。じゃあ聞いてる人は具体的に何をしていけばいいんですかね。やっぱめでることと自分を愛することだと思います。あ、めでて、はい、何事にもめでていき、はい、自分を愛する、はい、自分のことが嫌いだっていう人結構いるじゃないですか、はい、こういう人たちはどういうふうにしていけばいいですかね。いや、どういうふうにで、まあ、それもこうしないといけないとかじゃなく、自分を好きになれる時が来ると思います。ああ、それ時間ですか。そういうタイミング、タイミング、あ、来るんですね。だから今来なかったら来ないで、それも受け入れてあげるべきだと思います。ああ、その自分のことを、はい、大切にできないということを受け入れる、はい、あ、今大切にできないんだと自分は、いつかやってきてほしいなでもいいと思います。ああ、で皆さん多くのことを望みすぎだと思います、一度に。あ、そうですね。でも望んでもいいと思いますけれども、でもあまりにも多いような気がしますね、一度にです、それも、あ、まあそうですよね、まあ、まあほとんどの人がもうあれが欲しい、これが欲しいっていう部分がすごく多いですもんね。まあその部分でやっぱりいろんなものをめでながら自分のことを愛していくということを心がけていけば、おのずといろんなものが開けてくるということですかね。
そうですね開きたいと思うというか、例えば条件が揃わないとこれができないとか、うん、そういう方多いと思うんですけど、うん、全然そういうのは関係ないと思います、うん、例えば海外でビジネスしたかったら語学力がないとできない、うん、それは嘘です。本当にする気があったら絶対その道は開けます、うん、開くことができます、うん、だから食べず嫌いの人、行動しないでっていう方があまりにも多いかなと、先生のこの人生のなんていうんですかね、先生の好きな言葉とかなんかあったりするんですか。私はまあ、好きな言葉というか子供の時から、はい、美空ひばりさんの人生一郎が大好きだったんですよ。あ、人生一郎、はい、人生一郎ってどんな歌でしたっけ。歌手、歌わなくてもいいんですけど、どんな歌詞でしたっけ。いや、一度決めたら二度とは変えぬという歌です、はい、その道は一度決めたらそのまままっしぐらっていう。あ、はい、まあ、詳しいこと喋れないけども、先生は、うん、とある業界の超有名な方なんですよ。で、あることをもう幼少期の頃からずっとやり遂げてきて、もうその道を極めてで、プロフェッショナルで、さらにそれを今度は人に指導するというのを、ずっとやってこられた方なんですよ。なので、その、まあ、先生はもうだから何のところ何の業界というか、うん、まあ、どんな質問をしても、うん、先生の場合もう即答、先生のね、考え、先生が考えてるのを見たことないんですよ。あ、もう何聞いてもスッて出てくるんですよ、どんな業界の話でも。だからそのどういうその幼少期というか、うん、まあ、僕が一番興味があるのは、うん、いつからこんなになっちゃったのかっていうのがすごい興味があるんです。もう子供の時からこんなじゃないんですよ、うん、子供の時は普通に成長していったけれども、うん、ある日突然こんななっちゃうわけですよ。何か、それはなんか先生、こういつからこんな変身しちゃったんですか。でもそれを言えば子供の時からだと思います。私はもう誰のものにも なりたくないっていうのがもうモットーというか、だからね、先生はね、うん、日本だけじゃないんだよ、世界のロイヤルファミリーから来てくれっていうオファーが半端ないんですよ。へ、そんな人見たことないでしょ。ない。だから先生はもう誰のものにもならないから。だけど先生の場合は、うん、僕がつけたね、うん、あだ名は失礼ながらね、お蝶夫人ってつけたんですよ。で、夫人じゃないからね、誰のものにもならないから、うん、お蝶夫人って感じするじゃないですか。はいはい、だからね、今度夜のお蝶夫人っていう、お蝶夫人っていうね、番組もやりたいぐらいね。ぜひ。まあだから先生、どのようにしてね、その幼少期で、お母さんの教えっていうのはどんな感じだったんですか。母親は、好きなことがあれば必ず一番になれるでしょうと。はい、その道で一番になれないと本当に好きじゃないと。あ、もう先生はね、その道でね、まあ、トップというかね、もうずっと一番で来ていて、で、まあ、それをね、引退されてからも今度それを指導していくっていう立場になり、はい、たくさんの生徒を輩出していき、まあ、それはそれはすごい有名な方で、うん、だからその、まあ、お母さんがまず先生を、まあ、産んだ時、お母さんの名言があるじゃないですか。誰の子供かわからないというか、え、そこだけ取ったらええと思いますよね。誰に似てるかというか、お預かり物だっていう、あの衝撃的な言葉でしたね。ちょっと違う意味で。お父さんがわからない意味じゃないんですよ。そういう意味じゃないんですよ。違いますね。だから神様からの預かり物だと思ったってお母さん、はい。今も健在なんですけど、最近はその神からというか、っていうふうに思うと言ってます。まあ、僕いろんな人を見てきたけどもね。びっくりしましたね、今ね、誰のことも分からない、すごい衝撃的。でも一つ言うと、今の言葉でそのように衝撃的と思うところが幅が狭いんですよ。あ、もう誰の子供か、どのお父さんの子供か分からないっていう感覚しかないっていうことなんですよね。あ、入ってくる感覚って、うん、でも違う表現もあるかもわからないっていうことですよね。
だからいかに決めつけが多いか大きいかっていうことですよ、うん、残念ながら。まあね、本当先生、僕はもうたくさんの人見てきてるけども、先生ほど親孝行してる人がいないんですよ。うん、もう先生、その親孝行に対する思いっていうのは先生どんな感じなんですかね。いや、親孝行とは思っていません。当然なこと。今日の自分がこうやって、うん、存在するのは、うん、まずは両親のおかげ、うん、で、もう本当それだけですね。それでできることは思いつくことを、感じてできることは全てしたいという、うん、させていただきたいという思いだけです。だから親孝行とは思ってません、うん、もうこのね、もう先生のその、まあ、僕から見るとやっぱすごくこうお父さんお母さんをこう大切にしてて、ここまで大切にしてる人っているんだなっていう、うん、だってお父さんとお母さんにね、敬語ですからね、うん、なかなかいないですよ、お父さんとお母さんに敬語使ってる人、うん、もうね、僕も敬語なんか使ったことないですけども、うん、だから先生のそういう姿を見ていると、ああ自分もやっぱこう親を大切にしなきゃいけないんだなという思いはね、いつもこう強くなるんですよね。で、まあ、どこに行ってもね、お父さんとお母さんにこうお土産を買うっていうところをいつも見るわけですよ、うん、だから一番に思ってるのはそのお父さんとお母さんに、うん、その先生あれ恩返しな、まあ当たり前、先生なら当たり前かもしれないですけれども、うん、まあ、僕にはすごくこう恩返しのような風に見えるんですけれども、うん、あれはどういう、もう 毎日恩返ししてるような感じに僕は見えるんですけど、それはもういつも思っているという、うん、私の表現の一つですね。あ、いや、もういろいろですね。いろいろです。はい。でも、いつも思ってるよっていうのが伝わる。はい。うん、そうですね。はい。でも、まあ、両親だけではなく、あるものを見たらこの方にとかっていう、それを考えるのも私の楽しみでもあります。うん、まあ、先生、気配りの人なので、うん、まあ、何かあると、いつもこう、お買い物をされてるんですよね。うん、で、それを誰かにこう送っているというね。うん、ところをね、まだそういうの見てると、そういうその人へのこの気配りの仕方とか心配りとかいうのが僕はすごく参考になるというか、まあ自分の中ではこうない部分っていうのを、まあたくさん見せていただけるので、まあ僕の中では本当すごい、いつもね、もういつもすごい方だなという思いしかないんですけれども、まあ先生、もうあっという間にも時間も過ぎていきましたけれども、はい、なんかこう、まあ聞いてる方に先生、なんかこうメッセージというかね、なんかあったらこう一言いただきたいんですけども。そうですね、これからまあ本当に世界は激動していきますので、うん、全てのことが二極化になります、うん、まあ本当にトランプ大統領が誕生したのと同時に、うん、またより良い世界にというかなっていきます、うん、だから心配をされることないですけれども、うん、どちらの、まあ、船に乗るかじゃないですけど、ノアの箱舟があるならば、うん、そこに乗りたいかどうか、うん、それは意識改革、自分を己を知る、己をめでる、うん、また周りにも愛を注げるか、うん、っていうところでその切符がいただけるかっていう時代になったっていうことです、うん、それが一番です。本当にそうです。はい、というわけでね、今週もあっという間に終わってきましたけれども、はい、もう先生があまりにも偉大すぎて、僕は先生のいつものすごくとこ僕がちょっと引き出せなくてですね、ちょっと来週リベンジ、ものすごいもう反省モードなんですけども、また来週リベンジしたいと思います。ということでね、今週この辺で終わりたいと思います。皆さん、さようなら。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとリベンジさせてください。リベンジさせてください。先生、もう一周お願いします。私が押したのをあげますね。はい、ありがとうございます。トイレ。トイレ。いろいろあるので。すいません。やっぱモテる女シリーズがいいんですよ。モテる女シリーズ。モテる女。まあまあまあ、モテるためにっていうかね。3月3日、ありがとうございます。
なんかありますか。はい。どうなりたいか、それに尽きるんやで。女性は優しさを感じさないといかんのや。あ、はい、はい。あ、今おしっこ待ちですか。引きつけてなんぼなんや。覚えてないでしょ先生。覚えてないことないですけど。あ、これあこだわり、うん、尊重する気持ちがある。早めに願います。この辺先生お願いします。なんかし、いや、質問じゃないけど聞きたいことにね、もうあれですよ、もう人たらしの術について。人たらしについて何今の何が聞いてたのかな、ここにいる人の。あ、私ですか。あ、ありがとうございます。全然なんていうの、ザビー、はい、先生になんか質問ある。質問、質問、うん、え質問なんかありますか。え、それは ラジオ向きにってことですか。はい、ラジオ向きに。何でもいいですよ。何でもいいですよ。どんなこと、まあ、悩んでることすら先生は見えるんだけどね。あ、今固まっちゃってますね。フリーズになっちゃう。フリーズなっちゃう。どうしようみたいな。過去生ね、ソロ版とかね、すごい弾いてるのがすごく見える。やだ、ステンド。はい。ぜひチャンネル登録してください。それではまた動画の方でお会いしましょう。アディオス。